はい、静岡支部長島真希選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。第27回の女子王座決定戦ね、ナルトでやってるんですけど、まあ、序盤戦2日終えました。はい。まあ、ちょっと遡ってもらいたいんですけど、今回こう迎えるにあたって、うん、長島選手も、まあ、悲願の女王の座へっていう気持ちも強かったと思うんですけど、はい、どんな思いでこうナルトに向かってきましたか。そうですね。まあ、毎年本当に1年に1回の大会なんで、はい、本当に1年の成果をここで出そうと思って一応来てるんですけど、はい、どうしても相性が悪くて、うん、でまあ、思い切っていこうと思ったら初日から転覆しちゃって、はいはい、まあ、いつも本当にその調整が自分の調整がうまくいってないなと。だから本当あの、まあ、季節が変わったんですけども3月の時から王座だとちょっとこう相性がっていうか、ね、力を発揮できない大会が多かったかなっていう印象ですけども、はい、本当にだから今度こそはって毎年来てるんですけど、うん、まあ、まだ諦めてはないですけど、うん、まあ、その辺の気持ちの持っていき方とか、うん、まあ、それまでの準備だったりとか、うん、まあ、自分の中ではいい感じで来てるとは思うんですけど、うん、どうしても結果につながらないっていうのが、はい、あの一時期このリーグ戦とかでこう圧倒的な強さを発揮してて、はい、自分のレースでこう勝ちを求められるというかそういうプレッシャーみたいなのもあったりっていう話があって、はい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 、いかにレースを楽しみながら、はい、自分の力を発揮できるかっていうそのメンタルのコントロールみたいなのが、うん、いう話ありましたけども、はい、その辺だいぶあれですか自分の中では消却というか。そうですね、うん、まあ、でもちょっと本当にやっぱり女子の中でも上昇レベルっていう、はい、人たちのグループに入りたいなと思ってやってきてるんですけど、はい、やっぱりどっか足りないなっていう今でも痛感してます、はい。まあ、本当に残念ながら初日のドリーム戦が2マークちょっと転覆のアクシデント、はい、まあ、2日目が前半戦がコスタ差し切りの1着、はい、で後半戦がまくり差しでね、はい、差し場を探しながらなのか行き場がなかったという形で、はい、ここまでが14点、はい、残り3走になりますけども、はい、エンジンの具合というのはいかがですか。そうですね、まあ、朝の感じ転覆の影響はないと思うんですけど、はい、朝は良くなったかなと思ったんですけど、うん、本当のゾーンが狭いというか、うん、調整でちょっといいと思っていったら滑ってたりして、うん、なかなか思いながらシーンを食ってジャストミートしてないっていうんですかね、はいはいはい。まあ、でも幸いっていう言い方も変ですけど、はい、ここまで使った枠は3、4、5枠、はい、あと E 枠が残ってますよね、はい、巻き返しを期待してますので、はい、ファンの方に力強いメッセージをお願いします。はい、そうですね、まずは予選突破目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、長島真希選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。